でーす。乾杯。うまっ。イエス。超うまっ。うん。今俺らは、チョンナンガっていう、日本がその韓国を統治してた時 の、うん、あの建物をなんか古民家のカフェみたいな感じにしてるところに今来てます、うん、すごいちゃんと残ってるよね建物としてね。そう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 。でクオリティも高いし結構広いし、うん、外から見てこんな広いの分かんなかった、うん、なんか政府がリノベーションとかしてるみたいで、うん、ちゃんとあの、まあ、国 の、 その重要なその文化財みたいな感じで保護してるらしいんだよね、うん、だから全然あの本当になんか綺麗だしリノベーションでこういうカフェにしたのかなっていう感じがする。で、あと今ちょうどお昼ぐらいだけど人がすごい少なくて、うん、まあ平日っていうのもあってね。まあね、月曜か今日だからか。そう。でまあ結構穴場的な感じなんだと思う。うん、俺らがそのなんだプサンのそのガイドみたいなのを見てた時もまあ出てこなくて、やっぱりよくビーチとか、あとはその有名な寺とか、ね、で、うん、あのね俺らの友達、韓国人の友達のゴンフィがこの場所を教えてくれて、うん、まあ急遽行こうということで今来てます、うん、ね。みんな結構カップルがさ写真撮ったりとかさ、そうそうそうして結構なんかいい感じの空間で、うん、なんかフォトジェニックな場所だなっていう感じがある。でまあそう昨日何やったかっていうのをね、うん、でなんかそこでなんかおすすめの情報とか、うん、そういうものがあればなんかどんどん提供していきたいなと思って、まず昨日は、うんまあ、お昼ぐらいのね、うん、結局11時とか12時ぐらいに出て、うん一番最初に向かったのがそのフィッシュマーケット、うんうん、でまあ俺らのホテルから結構歩いて、うんねそうだね、行けちゃうぐらいの距離で、うん、そう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 、うんでめちゃくちゃ広くて、うんね、あれでね前にその語学学校 の、うん、あの撮影でそう、うん、フィッシュマーケットの方も撮りに来たんだよね、うん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 、そうだね、うん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 、結構大きくてもういろんな種類の魚とか、うんうんうん、なんだろうぬたうなぎ、はい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 、食べたんだよねそれ、うんうんうん、そうそうとか、まあ、いろ日本であんまりさぬたうなぎとかさ、うんうんうん、見ないけどそれをなんか目の前でさばいてくれたりとか、はい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 、そう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 、なんだろうこう魚をさこう締めてるところとか目の前で見れて、うん、結構面白かったっていうかグロかったけど、はいはいはい、はいうん、でなんかその場所自体がその3カ所ぐらい分かれてて、うんうん、なんかおばちゃんとか、まあ、そういう人たちが、うんまあ、食べられるように、うんうん、屋台的な感じで料理してくれてるところと、うんうん、その卸みたいな感じで、うんまあ、魚を売ってるところ、うんうん、であとまあなんか、まあ、3カ所、うんうんうんまあ、なんか3エリアに分かれてる感じがあってね、うん、売ってるところとなんか食べるところ、なんかすごい大きな建物の中に、うんにあるところと、うん、なんかただ料理だけをしているところと、ね、あと外で魚を捨てるところだ、うん、なんかその3カ所があって、うん、結構まあ見てても、うん、面白かったかな、うんうんうん、もちろんその取れる魚っていうのは日本のあの魚に、うんまあ、近いんだろうけど、うん、やっぱり山口県とかそういうところからかなり近いからね、うんうん、でもそれでもやっぱり料理の仕方とかはやっぱり食文化が違うからやっぱり取れる同じような魚が取れてもやっぱ料理の仕方でこんなに違うんだなっていう感じが、ねうんうね、見れてやっぱそこ行ってあのご飯食べるっていうのはありだと思う、うんうん、でその1階というか、まあ、そこら辺の屋台みたいなところでも食べれるし、うん、その大きなそのなんだ魚のマーケットセンターみたいなところだと2階に行って、うん、その海 の、 あの景色を見ながら料理とかも食べれたりするから、うん そこはかなりおすすめかな、うん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 、おばちゃん元気だったね。そうだね、うん、屋台のおばちゃんとかはすごい話しかけてきて、うんうんうん、そうそうそう俺らパワフルだった。そう客引きみたいな感じで俺らの取り合いで、うん、その隣同士のおばちゃんがすげえ喧嘩してて、ちょっとこっちに来て話しなしたみたいな感じでね、うんうん、久しぶりにあんなおばちゃん同士の激しいバトル、ねバチした。そうそうそう。でももう日常なんだろうね。うん、あの感じがね。でもあんだけ隣同士でバチバチやってたら次の日とか気まずくねえのかなと思うけど。本当だよね。そうそう。でまあそんな感じで、フィッシュマーケットをあのぐるっと回った後、うん上 の、うん、あのカフェ、うん、なんかそのフィッシュマーケット の、 あの上のところがなんか何階だ7階ぐらいまであるのかな、うん、でその最上階に行くと、うん、そのルーフトップからあのプサンの街が、まあ、一望というか全体的にすごい見えるところがあって、うん、そこに、ゲストハウスとカフェがくっついてくるところがあって、うん、あそこはすごい良かったよね、うん、なんか一望できるところって周り見ても、うん、なかなかあんまり多くないイメージがあるから、あのまあ、プサンタワー、ね、そうそうそう行くかなと思ったけど、プサンタワー確かね
そこまでなんか窓ガラスが綺麗じゃないようなイメージだったから、ソウルの N タワーだっけ、そう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 、あれもそうだよね、そんな綺麗じゃないっていうか窓側が、うん、だからなんか、まあ、全然行くのはいいと思うんだけど、うん、でなんかすごい開放されてる場所で、うん、しかもリーズナブルな感じで、うん、プサンの街をあの一望するっていうのだったら、うん、あそこはおすすめかもしれない、うん、しかもゲストハウスの値段を聞いたら、うん、1人1800円ぐらいで泊まれるから、うん、俺らがあの泊まってるところよりも200円ぐらい安く泊まれるみたいなんでね、うん、でそこについてるカフェだから、うん、夜とか、うんうん、そこで夜景見ながらビール飲んだりとか、うん、コーヒー飲んだりとかもできるから、うん、まあ、そこもおすすめ。あと目の前海だからね、うんうんうん、それもいいよね。そうそうそう、もうめちゃくちゃ景色は良かったかな、うん、でやっぱり俺がブッキングドットコムで調べてる感じだと、そのビーチ沿いというか海沿いの、なんだゲストハウスって結構あるんだよね。で俺らが今回選んだゲストハウスっていうのは、うん、一番なんか共同スペースみたいなところがすごい広くて、うん、であのシャワーとか、うん、そういうものもすごく綺麗だったから、うん、あの選んだ感じなんだけれども、うん、まあそのいい景色のところで楽しみたいとか、うん、そういう人だったら、まあ、そっち側を予約するのもありだと思う、うん、そうかそうか、うん、で値段はめちゃくちゃやっぱり安いし、ね、そこまで差はないから、うん、もう自分たちの好みに合わせて選べばいいんじゃないかなって感じがする。まあまあでそんな感じでそこ出て、うん、でその後行ったのがカラフルなあの、うん、ペイントをされてる村、そう村の方に行ってきて、うん、カムチョン、うん、ビレッジカムチョン村っていうところに行ってきて、うんうん、まああの韓国戦争、うん、まあ朝鮮戦争だね、日本語で言うと、まあ、英語だとコリアンウォールの時に、うんうんうん、北朝鮮の方からかなんかな、あの逃げてきた人たちが、うんうんうん、そこに住み着いて、うんうん、まあ、自分たちの家を建ててっていうところが、うんうん、なんかカラフルなペイントをされてるところで、うんうん、まあ細かいことはね、多分ウィキとかそういうので調べてもらった方が情報は正しい、ね、俺もなんか友達からなんとなく聞いた情報で今は喋っちゃってるんだけれども、うんうん、そういう場所があって、うんうんうん、なんかまた今のモダンな、韓国のその街とはちょっと違う感じ、うん、しかも俺なんかさあのソウルで行ったさ、うん、あの古い建物というかさ、うん、なんか あったね、あれともまた全然違う感じだしね。そう、やっぱりちょっとまあ、言い方悪いかもしれないけれども、その貧しい人たちが住んでたところみたいな、うんうん、今も住んでんだよね、うんうん、人は住んでるんだよね、うん、それで元々そういう人たちが、うん、あの渡ってきて、うん、あの住んだエリアらしくて、うん、まあ、今はねすごいカフェとかお土産屋さんとかもあったりとか、うんうん、フォトジェニックな場所があって、うん、カップルとかのデートスポットみたいになってるみたいな、うん、どうなんだろうね、もう普通に人が住んでるところをさ、うんうん、観光地化してるから、うん、あんまりうるさくしちゃいけないみたいな。そう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 、そうそう、ちょっとね静かにしないといけないのに、うん、こんなにこう賑やかにどう、うんうんうん、いいものなのかとか思ったり。はい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 、うん、でもまあ経済的には ね、あのそこら辺にいる人たちも潤ってるんだと思うし、うん、やっぱ韓国人の、うん、多分韓国人だと思うんだよな、うん、あのカップルとかがその学生服とかをそう学ランとあのね、うん、セーラー服です、着てる人もいれば、うん、あとチマチョゴリみたいなのを着てる人とかもいたりして、うん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 、そういう意味でもめちゃくちゃ面白かったかな、うんうんうん、なかなか日本で見ないよね。そうだね、コスプレして、うん、京都とかそういうところ行って、そうね、学生俺らの学ラン着て、うん、とかセーラー服着てみたいなのなかなか、うんうん、かな、うん、そうでなんかやっぱねそのカップル同士でも結構ベタベタというか、うん、どこでもラブラブしてる感じがあって、やっぱそこは日本とまた全然国民性の違いみたいな感じで、うんうんうん、あるから、そうそうそう、うん、でまあそこで、写真とか、まあ、動画とかを撮って楽しんだ後に、うん、俺らは、夕日があのすごく綺麗なビーチ、うん、まあ、プサンビーチたくさんあるんだけれども、ここは日の出が綺麗だよとか、ここはこれがいいよみたいなのが結構分かれてて、うん、まあ、夕日が見えて一番いいのはどこなんだっていうので行ってきたのが、うん、あの昨日のビーチなんだよね、うんうんうん、で、その俺らが行ってきたビーチの名前がタデボビーチっていうところで、うん、そう、あの結構もうギリギリだったよね、夕日を見るには。そうなんかタクシーの運転手がさ、なんか7時半ぐらいに夕日見れるとか言って、まあ、俺はもうそこら辺に住んでるからみたいな、俺はすげえ知ってるから大丈夫だよみたいな、すげえ生き生きと、そう俺も地元だからみたいな感じで堂々と喋ってたんだけど、もう全然6時ぐらいにはもう日沈み始めたみたいな、やばいやばい走れ、そうそう全然、うん、そう、なんかそのビーチ行く前に川が流れてて、小川なのかな、
川流れてちょっとここであの撮ろうかみたいなことを思ったけど、うん、でも全然時間ないと思って、そんなことしてたらやっぱあっという間に日は沈んでてた ね、 そうで案の定沈みかけてたからもう急いで撮ってさ、うん、でもすごいあのベストなタイミングで行けたから、うんうん、とう、ね、かなりあの撮れた映像もすごくいいんじゃないのかなっていう、うん、あのタコあげてるおじさんが印象的だった、うんうんうん、すごいあの、ね、韓国 の、 あの国旗がある、うん、あの連続でつながってるタコをすごい遠くまで上げててね、うん、なんか海とそのおじさんとタコがねすごい逆光で綺麗だったね、うんうんうん、はい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 、うん、でまたそのねみんなあの散歩してたりとか、うん、あの初日、まあ、2日目にゴンフに連れてってもらったビーチの方だとやっぱり外国人もめちゃくちゃ多くて、うんうんうん、やっぱりどちらかというともう本当地元民のためよりもあの外国人もたくさん呼んで、うん、経済的にもっていう感じがしたけれども、うんうん、昨日の場所はもう結構、うんうん、あの地元の人たちがゆったり楽しんでる感じがしたかな、うん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 、だからすごいおすすめだよね、うん、場所も昨日ゴンフたちと行った海の方は夕日は見れないんだっけ、いやあっちは方角的に行けないと思う。そうだよね。そう、今話してるのはその夜、うん、その後にゴンフィたちに会って、うんうん、ご飯食べてそうまた別のビーチに行ったんだけど、うんうん、そう、それは違うと思う、うん、そうだよね、そうだよね、だからあの俺らが夕日を見に行ったそのビーチっていうのはその夕日が一番綺麗であの一番それが推しな感じの場所なのかな、うんうん、タレボビーチ。そう、もちろん他にもあるんだけども遠すぎたりとか、うん、俺らがその回った場所から距離がありすぎると、うんうんうん、やっぱり夕日を逃しちゃうことも多いから、うんうん、だからその昨日のその回ったコース的には、うん、やっぱりホテルから出て、うん、まあ、フィッシュマーケット、うん、でその後にその何カラフルな街回ってっていう、うん、結構近場で、ね、うん、いろいろ楽しめるっていう意味ではすごいなんかモデルプランみたいにはなるかなって感じがする。昨日もトークで喋ったけど本当ここの街はさギュッとさなんか濃縮されてるような感じで、うんうんうん、見どころがあるところが近くに点々としててね、うん、でタクシー使っちゃえばさ全然回れるぐるぐる回れるから、うん、いい感じかな。結構旅する人には結構簡単な、うん、イージーな、初め初心者にはイージーなところかなって思った、うんうんうん、そうだね、日本語もたくさんあるし、うんうんうん、そうでまあそれで、うん、と夕日を見た後に、うん、その広場で噴水ショーみたいなのがあるっていうので、その時は7時半からスタートだったのかな、うんうんうん、でおそらく体感時間的には多分20分とか、うんうん、25分ぐらい、うんうん、なんか光 と、うん、噴水のなんかショーがあって、うん、あれもなんかめちゃくちゃ良かった、ね、よかった ね、うん、そうだね。でやっぱそこでいる人たちもやっぱ外国人というよりも子連れの、うん、やっぱ韓国の人とかが多いなって感じがして、うんうんうん、めちゃくちゃ面白かった。で初めはあのただ俺らが見てるだけの光と噴水のショーなんだけれども、うん、最後の、うん、なんか韓国の曲とともに、うん、なんかパフォーマンスっていうかさ、うん、あのショーがあるじゃん、ね、で何曲もかかるんだけど、うん、最後の1曲だけなんか子供たちとかもその噴水に入っていいみたいな、うん、それまでは結構あの警備員の人たちがいて、うんうん、ここから先は入れませんよみたいな感じになってるんだけども、最後、ね、うん、あの1曲だけそう子供たちもびっちゃびちゃになりながらあれってなかなかすごいなっていう絵になってね、そういうのスローモーションで撮ったらね、うんうん、すごい絵になってよかった。そうそう、だからあのビーチに行くのであれば、うん、その噴水ショーも見るのはおすすめかな、うんうん、初めはなんかまあ言うてもそんなにそこそこの、うん、ちょっと水出て、うんうん、光がライトアップされてぐらいかなと思ったけれども、うん、結構その規模も大きくて、うんうんうん、そうだね、で結構高くさ水がね、そうそうそう、行くんだよね、うん、だあそこはかなり一見の価値はありだと思う。で、まあ、そこで、うん、と噴水のショーを見た後は、うん、その俺らの韓国人の友達のゴンフィがやってる、うんうん、とステレオブックスっていう、うんうん、まあ、本屋であり、うん、まあ、あとそこにカフェ的なものも、うん、あの併合してついてるところに行ってきて、結構おしゃれだったし、友達がこんなおしゃれなカフェやってんだと思って、うんうんうん、びっくりだった、うんうん、うん、ゴンヒもねそのハードコアバンドをやってて、うん、音楽の知識もたくさんあるから、うん、まあ、こういうバンドこういう音楽っていうジャンルとかもすごい知ってるから、うん、そのゴンヒがピックアップした、うん、本と、うん、あとはその、ね、ビールとか、うん、あとその一緒にやってるパートナーが、うん、南アフリカ人の人みたいで、うん、だからその南アフリカ の、 そのサイダーとか、うん、そういうものも飲みながら本を楽しめて、あとレコード、うん、プサンのアーティストのなんかレコードが買えたりとか、うん、CD が聴けたりとかっていう、うん、カフェをやってる感じだよね、うんうんうん、そうビーチからもあのゴンフィのカフェが近いから、うん、なんかビーチ行った後にそっち寄るのもいいなと思って、そうだね、うんうん、
まあ、とにかくその橋が、うん、そのプサンってビーチがたくさんあって橋もたくさんかかっててっていう感じで、うんうんうん、まあ、ゴンフィがあの建てた建てたっていうか、うん、ゴンフィが開いてる、うん、カフェっていうのは、うん、そのなんだろう、お店がたくさん並んでるビーチの方にも歩いてすぐに行けるところだから、うんうん、しかも彼は日本語も喋れる、もう本当ネイティブに近いレベルで話せるから、うん、ぜひなんか日本から来たお客さんは行ってみてほしいなと思って、うん、でやっぱゴンヒすごい性格もいいし、うん、よくしてくれるから、いやめっちゃよくしてもらってね、うん、俺らもね、そうそう、楽しかった。で結構ゴンヒのおすすめはカフェラテだっけとかも飲めるし、うんうんうん、クラフトビールも飲めるし、うん、っていうのでめちゃくちゃ、うんうん、あそこは行く価値はある。結構丁寧に入れてくれてね、うんうんうん、そういいよね、うん、でなんかそこではあのアコースティックライブとかもやったりとか、うん、その、まあ、箱の多分レンタルもしてるのかな、うん、なんかイベントをやったりとかその展示とかもやったりしていきたいって言ってるから、うん、まだできて4ヶ月目らしいんだけれども、うんうん、そうだね、うん、あと海がさ結構人が多かったりとか花火上げてたりとかちょっと騒がしいじゃん、うんうんうん、そこからさあのちょっと10分ぐらい歩いたところでゆったりした時間過ごしたいとかいう人におすすめだよね。そうそうそう、うん、住宅街の中にあるから、うん、そうそう、うん、それもすごくいいと思う、うん、結構穴場だと思う、うんうんうん、でまあそこでゴンフィと合流して、うん、ちょっと動画とか撮った後に、うんうんまあ、チキン食いって晩飯食いって、うん、でその後コンビニ寄って、うん、ラーメン食ってカップラーメンね韓国の、うん、なんかそういうあのもちろんお店で食うものも美味しいし、うん、楽しいんだけれどもやっぱそういうカップ麺とかそういうのもね、うん、やっぱりここでしか食べれないというか、うん、なかなか日本で食べないようなのもあったりとか、うん、違いを見るのも、うん、見つけるのも楽しいから、コンビニだと松のジュース飲んだ、うんうん、そうだ ね、なんだっけおじさんのパフュームみたいなそうなんか味がするってあれ言ってたもんな、うん、そう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 、ちょっとなんかジジ臭いような匂いするんだけど、そうそうそう、でも飲んでみると美味しくて、でお酒飲んだ後とかにいいとか言って、二日酔いの時か、うん、とかにいいっつってゴンフィはあの説明してくれたんだけど、そうそう、まあまあ確かになって思う、まあ、あの最後にゴンフィが、まあ、海岸沿いでもっと、ブリッジが綺麗に見える場所があるよっていうので、うん、そこまでちょっと連れてってくれたりし て、ね、だそういう場所もやっぱここに住んでる、うんまあ、現地に住んでる友達がいないと、もうパッと遠くから橋見てブリッジ見て、うん、あ綺麗だなって、うん、ホテル戻っちゃったりとか、うん、写真撮って終わりって感じだけど、うん、やっぱローカルな友達がいると、うん、実はここから見るとめちゃくちゃ近くで見えんだよとか、そう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 、なんか今回の旅そういうのすごい多かった気がする。そうそう、穴場が多かった。そう、あとたくさんいろんな人と関わったから、その人のセンスでいろいろチョイスしてもらったから、うんうん、そうそう、俺ら二人だと行かないようなところもたくさん行けて、ね、面白かったね。でやっぱりそういう人との出会いっていうのがめちゃくちゃ大事だし、うんうん、まあね、東南アジアとかだと結構みんな、うん、あの陽気で、うん、あのね、特にゲストハウス泊まってさ、うんうんうん、コーディネーターというか、うんうん、案内してくれたりとかさ、ガイドね、うんうん、してくれる人もいるけど、うんうん、韓国とかの場合は、うん、まあ、まだ俺らのさ泊まったそのなんだ、基本はリュウ君の実家とかに泊まってるからゲストハウスはあんま泊まってないけれども、うんうん、から何とも言えないけど、そのゲストハウスの人とがあまりフレンドリーではないというか、うん、他の東南アジアに比べるとね、うんうん、あんまりなんか深い関係にはならない、ね、感じがあるよね。それよりもなんか仲のいい友達に、うん、あの案内してもらうっていう方が、うんうん、多かったかな。そうだね、そうだね、うんうんうん、なんかシャイなイメージだったもん。そうそう、まあ、あとガサツなのか何なのか、サービス精神がそこまでというか、うん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 、まあ、泉に聞くと、そのなんかやっぱバイトの最低賃金とかもやっぱ日本に比べて結構低かったりするから、そういうの関係してない、あのそこまでちゃんとやるっていう感じではないのかもしれないよね。であとはなんかあれだよね、プサンの運転手はすごい陽気で、でソウルの運転手はなんかなんだろう、冷たいというか、うんうん、っていうのも聞いたりとかね、その街ごとにもあるのかっていうか、そうだね、そうだね、人のカラーもあるだろうね。で多分あの次回とかはもっと、うん、あのあと韓国でもそういう、うん、なゲストハウスとかにも、うん、いろんな、ね、ところに泊まってみるっていうのもあるかもしれないよね、うん、そうだね、そうだね、うん、まあ、とりあえずでもそんな感じで、うんうん、昨日も終えて、うん、まあ、今日はこれから、うん、プサンの駅から、うん、あの特急みたいのに乗って、うん、ソウルに向かわなきゃいけないので、そうだね、うん、ではそれがまあ夕方だから、うん、その前にあのもうちょっと最後に韓国の中見て回ろうと思います、ね、行ってみます、うん、じゃあとりあえずそんな感じで、